ウンド16の組み合わせが決定。ソシエダが PSG と激突、現地フランス人は久保を警戒している模様。CL ラウンド16の組み合わせ抽選会が18日に決定した。グループステージ同組と同一協会クラブの対戦が避けられる注目のラウンド16抽選。久保のソシエダはパリ・サンジェルマンとの対戦が決定した。ソシエダはグループステージで番狂わせを起こして首位突破したのに、PSG を引いてしまうだなんてかわいそうだ。当然のようにしてと PSG は楽な相手を引くよな。PSG のことだから、緊張してやらかす可能性もあるよ。抽選には大満足だ、うちが勝てる可能性は結構ある。ラヤルの中盤は PSG の100万倍機能している。接戦になるのは間違いない。久保建英がベスト16で PSG を下すだろう。久保がサッカーを教えるよ。レアルソシエダを甘く見てはいけない。彼らは狂ったようにプレスをかける。久保に気をつけろよ。第2戦のためだけにナルトに変身しても驚かないよ。久保がスラロームでディフェンスを突破するわ。久保建英がうちに悪夢を見せてくれるのが楽しみだ。フランスは久保建英を発見することになるよ。パルクで久保が最高の腰振りを披露してくれることを期待している。